どうもフィジカルデザイナーシナパンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析、今日は 100m 走日本のトップスプリンターです、ケンブリッジ飛鳥選手です。もう後半の伸びが恐ろしいです。日本人離れしてます。後半の伸びを作るためにケンブリッジ選手は再現性を高めてます。皆さん再現性高めてますか？ケンブリッジ選手はこうやって高めてます。刮目してください。というわけでですね、ケンブリッジ飛鳥選手です。おこれ待ってた人もいるんじゃないですか。結構好きな選手も多いと思います、10秒08ですかね。もう10秒0台を出している日本のトップ10に入る記録の持ち主ですね。でもう本当にリオ五輪がやっぱり、印象深いですかね。リレーでラスト、ボルトと一緒に走って、最後強豪たちがこうアンカーでガーッとくる中、最後伸びて、メダルを獲得するシーン、結構記憶に新しいんじゃないでしょうか。東京オリンピックもね、どうなるかっていうところですが、そして今ですね、コロナウイルスいろいろ大変ですね。今こうやって喋ってる中でもちょっとこの撮影すること自体がねどうなのかなとか思ったりします。これ一応集まってますからね、人と集まってます。マスカスと私でね、まあでもやれることとしたら、僕がやれることとしたら、まあちょっとマスクはするべきだったかもしれないんですけど、ちょっとまだ分からないですけど、どういうことをすべきか。僕がやるべきこと、なるべく家にいる状態でお前らの足を速くしてやりたいっていうのが俺のやるべきことかなって今思ってます。なるべく感染しない状況でね。だからこのね、今カメラ撮ってる豚が感染者だったらもう俺おしまいです。おしまい。まあ一応徹底はしてます、はい、でちょっとやっぱ家にいて走れないじゃないですか、競技場も閉鎖されて。でもね、学ぶことはできるんだよ。学ぶことできるよ。てか今これチャンスだと思うんですよ。なんか小難しい勉強する、解剖学の勉強するってなんか必要だけどやらないでしょみんな。だからこうやって優先順位が必要だけど下がっちゃってるやつをやるチャンスなんですよ、制約があるときは。だから勉強していこう。俺は勉強、俺もしていくし、一緒に材料出していくんで、一緒に学んでいきましょう、うん、そして今日は、今週はですね、これ皆さんね、私が一番待ち望んでたやつかもしれない、自分自身が。後半爆伸び祭りでございます。おー、後半でグイグイっと、なるほど、めちゃくちゃ最後伸びていく、あれ一番かっこいいじゃないですか、スプリンターとして。かっこいいね。後半爆伸びするスプリンターを3人並べてみました。今回ケンブリッジ飛鳥選手。ケンブリッジ飛鳥選手、そして日本のある選手、もう一人、これ私の中でやっぱ後半強い選手、そして最後私の中では黒人に立ち向かったすっごい大好きな、海外選手。あ、黒人だけじゃないんだ、この人がやってくれたから、もうスプリントってワールドワイドなスポーツになったかなって思う、このレジェンド的選手。ほう、この3人を並べていって後半が伸びるっていうことのフィジカルをメカニズムを明らかにしていきたいと思っております。そして今日は第1回ケンブリッジ飛鳥選手、後半やっぱりすごい伸びをするんですよ。で今回のテーマが再現性、冒頭でも話しました。わかりますか、再現性。わからないですね。でその再現性、あのフォームの再現性っていうのは、まあ、同じことを正確に繰り返せる能力って言っていいと思いますね。まあ、例えば足の上げる高さ、足をここまで高く上げるのを毎回のストライドごとに、歩数ごとに全く同じ角度、全く同じ、スピード、全く同じ高さで上げれてるっていうのが、まあ、再現性の高いフォーム。同じ筋肉を正確にずっと使ってるんでロスが少ない、フォームってことですね。再現性が高いフォーム。で後半の伸びってもう筋力的にきつくなってくるわけじゃないですか。そこで伸びてくるっていうのはやっぱり無駄な収縮がなくて正確で再現性の高いフォームがある人がやっぱ後半ガーッと伸びてくるんですよ。でケンブリッジ飛鳥選手、ドン出してください。これ、同じ右手を上げてるフォームを並べてみたんですけど、どうですか？全く同じ高さで上がってませんか、手が。どのフェーズを切り取っても、まあ、トップスピードでは全く同じ手の形で同じところに上がってる。これ結構難しいんですよ。他のトップスプリンターとか並べてもちょっと微妙に高さが違かったりとか、ちょっと内側入ってたりとかあるんですけど、めちゃくちゃね、いい走りされるときはこれがすごいんですよ。だからこれが後半伸びる秘訣、無駄な収縮がなくて疲れがなく最後までいける秘訣なんですよ。そしてこの絵、これですね、相方の今カメラ前やってくれてるマーカスが描いてくれてるんですよ。すげえいい絵だ。これ収録もかれこれ何回やってます？もう30本ぐらいやってます。やってますね。5本に1
本めちゃくちゃ絵の調子悪くなるんですよ。いいでしょこれ。やばくない？いや書いてもらってる立場なんですけど。ケンブリッジでしょもうこれ。小指割れてますよ。あとどういうあの表情をされてるんですか俺は。雑いんだよなこの右足がなんかね。かっこいいな。面みたいになってますけどね。でこれ腕振り特徴的じゃないですか。ケンブリッジ選手はこう指を開くんですよねフォーム的に。そして、後ろに振る手はちょっとしゃっくつっていって手首をこう少し小指側に曲げる動きが入ってくるのが、まあ、特徴的です。まあこのそれぞれの意味っていうのは、まあ、指をこう開く、指の中ではこれ内在筋って言って、指の、まあ、インナーマッスルっていうイメージでいいかもしれないですね。奥の方にある、こう関節を安定させてくれる筋肉がめっちゃ働いてる状態なんですよ。そうするとアウター動かすためのでっかい筋肉があんまり収縮しなくなるんです。だから細かい筋肉の方が疲れづらくて再現性も高いので、まあこれはかなり再現性を高める腕振りとしては非常に有用な手の作り方なのかもしれませんね。まあ、ここに関してはアクセントをつけてるのかなと思います。少しこう手が残ってしまうって意見もあるかもしれませんが、この形を大事にしてるっていうところの方が大事なフィジカルの使い方なのかなと思います。結構なんかジャマイカに一回この人修行に行ってますよね確かね。行ってます。でそこでやっぱりフィジカルが足りない、打ち明けとしては体幹が足りないとかでコーチに言われた、なんかインタビューで言ってたんですかねこれは、うんうんうん、もっと正確、早く動かすよりも正確にフォームを再現することをしなさいっていう風に言われたっていうエピソードを話してるインタビューがあって、まあ、それも、かなり形作ってるのが、でもそのジャマイカ行く前のフォームでやっぱ手の形結構ね閉じてたりとか開いてたりとか結構ね再現性低いように私には見えました。ジャマイカが帰ってきてからリオに行くまでっていうのはすごい再現性高いですよね。あの日本選手権制した時とかね、すごい再現性の高いフォームなんですよね。これがやっぱり強さなのかなと思いますので、皆さんと一緒にですね、まず腕振りに関して再現性を高めるやり方ちょっと一緒に考えていきたいと思います。いきましょう。じゃあもういわばジャマイカです。ここはだってジャマイカで学んできたことを今この要町でね皆さんにお伝えできる、しかも皆さん家にいた状態で今その場がジャマイカになることをお伝えしたいなっていうことです。ケンブリッジはジャマイカに行っていたことを今、そうですね、今ご自宅で僕らも自宅自粛中にジャマイカになれるということですね。なれるジャマイカですよ。もうあなたはジャマイカです。でさっき言いました腕振りの再現性、伸びがあんまりない人、後半ちょっとフォームが崩れてしまう人とかやっぱり、腕の高さとかが低くなったり高くなったりとかを繰り返すんですよ。まあそれは体幹の安定とかも大事です。幹がしっかりした状態で末端がちゃんと正確にいじれるんで、体幹はしっかりやるとか、それはもう前提として、腕振りの、再現性をどうやって高めたらいいか、ケンブリッジ選手は指を開く、後ろに手を小指側に曲げるっていうのでアクセントをつけて、それを多分指標にしてやってるんですけど、じゃあ真似して正確にやれとか言われるでしょコーチに、フォーム正確にとか、正確にしようでできるかって話なんですよ。俺はできない。確かにね、俺みたいなやつはできないんですよ。ジャマイカだってできないんですよ。ジャマイカならできるかもね。ややこしいな。ジャマイカって何？お前が言ったんだよ。俺が言うジャマイカって何？逆にどう？コメント欄でぜひ教えてください。やっぱこういうふうに思ってたんじゃない？ですね。ただやろうって今は関節、指がこのくらい曲がってるかなとかを感じる関節覚でやってるんですよ。でそれでできちゃうやつはセンスいいやつです、うん、でそれをじゃあどうやってフィジカル的に学んで身につけるかっていうのは感覚統合なんですよ。ほう、感覚を統合していく、統合してください、うん、それがジャマイカです答え出た。感覚を統合していく場所ですジャマイカはもう統合していく。統合点どういうことか、じゃあ食べるとき辛い、なんかこの匂い親しみやすいな、目で見て茶色いのとご飯があるな、カレーだなってわかるわけですよ。ほう、そうやって匂いだけだったらわかんないものが味、そして視覚っていうものが合わさって僕は何かと認識して食べたりするわけじゃないですか。だからなんかほら、これポップかかんないけど俺たちの世代だとさ、うん、ファンタあるでしょ。ファンタ、ファンタ、はい、ファンタさ、あれブドウとかさ、うん、メロンとか味するじゃん。あるね。あれ目つぶって飲んだら全部同じに感じるとか言うじゃん、言うんですよ。この世代わかんないけどファンタちょっと
買い占められてないよね、多分ファンタは。ファンタは買い占められてないじゃん。大丈夫だよ。絶対大丈夫でしょ。大丈夫。絶対大丈夫だから。これ不要不急じゃないので。ぜひファンタとかそういう炭酸飲料とか飲んでみてください。だから視覚情報ありきでメロンとか緑だからメロンって感じたりとかするわけなんですよ。なるほど。で僕らのは一つの感覚ではやっぱ正確性が薄いんです。天才はでも一つの感覚でできます。正確です。でも僕らみたいな凡人はじゃあ合わせていきましょうよって話なんですよ。一つは視覚でいいと思います、どの辺に見えるかなとかをめちゃくちゃ正確に気にする。僕の患者と周辺視野でこの辺に見えるみたいなのをやればいいと思います。でもそれざっくりですよね、ざっくり、もっとピンポイントで合わせていきたい。これくらい曲げたらこれぐらいの高さに上がるんだなっていうのを身につけるトレーニングです、触っていこうよ。触覚ですよ。走るときは触れないよ ね。空中に浮いてるじゃん。トレーニングでは触っていこう、優しいから、それは。それは優しいからさ。ジャマイカはそういう場所です。みんなに優しい場所。愛の泉、いい場所。ジャマイカ。だからまずトレーニングとしては、じゃあこの頬骨の一番先端に人差し指を正確に当てていきましょう。じゃあ、ちょっとずれたりするじゃん。この時点で、あ、もう俺は天才じゃないと悟ってください。天才もパッといきます。触れてるかな、まあ、俺もこれはできるかな、いけてますね、はい。じゃあ次、耳たぶ、あ、ちょっとずれてきましたね。で、早くしていきます。これ地味だけど結構むずいよ。じゃあこめかみ、こめかみ、こめかみで、この触ってる感じとかも、意識してみてください。こうやって腕これぐらい動かそう、実際ここまで届いたなっていうのをいっぱい蓄積させていくんですよね、で、もっとじゃあ後ろに振るアクセントをつける人もいるじゃないですか、その場合は壁とか使うといいかなと思います。で、後ろに立ってもらって、まあだいたい自分が振るところぐらいに小指がつく、これ今壁についてます、ここにしっかりこうやって触っていく練習、こうやって触っていく練習、まあこの触りすぎないでギリギリ振れるっていうのをひたすらひと凡人今指の長さこれぐらいになってる。これは統合できてないですよね。だ今これ統合してんだ、この痛みで。つらいな、屈辱感情で。難しいっすよ。だからこうやってゆっくりやったらできるじゃないですか、こうやって置きに行けば。うわ、怖え。早くしていきましょう。怖くなっちゃってんじゃないか。あ、そうそう、じゃあこれもっとハイレベルです。小指触る、頬骨触るをひたすら繰り返しましょう。お気に入ってる、お気に入ってるな、多分。分かる分かる。すっごい恐怖感あんだ今。痛い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 。あぶね。今謹慎中に勇気与えようとかって気持ちもうゼロになってる今。めちゃくちゃ痛い。なんか柔らかいものとか気をつけて当ててください。まあ両手で触りながらね。だから触覚とか触るのと動かすっていうのをリンクさせる、見るっていうのとリンクさせるとかで、だんだん指標を作っていくといいと思います。で、あとはこの開いてるとか収縮する感じとか、自分のじゃあどの感覚が一番正確に感じれるかなとかを感じていくといいかもしれませんね。まあちょっと一個の指標として触るのと動かすっていうのをリンクさせるトレーニングを話しました。結構地味だけど最初の感覚作りとかではいいと思います。まあドリルの時にちょっと触りながらやるとか、今日ずれちゃうなとか、右固まってんのかなとか、いろいろこう気づきがあると思うので、こんな感じで、再現性を高めていけると、ケンブリッジ選手のような毎回切り取ったら同じフォームになってるみたいなのにいけるかもしれません。まあ、ズレとかを探してみるのにもいい、トレーニングかなと思います。以上がですね、ケンブリッジ選手の後半伸びる作るために、再現性を上げるための腕振りの、フィジカルの作り方でした。明日からもですね、後半爆伸びするスプリンターを出していくんですけど、明日はね、あの人ですよ、200の選手です。おう、これ初じゃないですか。確かに100以外のスプリンター、200の選手を出しちゃいました。おう、あの人です。みんな知ってると思います。おう、コンパクトだけどめっちゃ伸びる走りをするあの人、なぜコンパクトなのに後半伸びるのか、それってぜひ話してみます。ぜひ予想してみてください。あのスプリンターじゃないの、コンパクトで伸びるっていえばあの人です、選手じゃないのって、やってみてください。他にもですね、やってほしい、フィジカル分析してほしいアスリート募集してますんで、ぜひともリクエストよろしくお願いします。過去やった選手でも構いません。もう一回この選手の腕振りやってたけど足に関して聞きたいとか、まあ、そういう部位に関してとか、
筋力に関して知りたいとか、なんか議題は何でもいいので、ぜひともコメント欄ください。そしてですね、私オンエアマークスという治療院やっております。突き呼びしましたと突き呼びしたんですっていう人はぜひ来てもらえればあの急性外傷はね、私たち見れないのでダメじゃん話聞いてね、いかがだったねって聞いて、あの帰ってもらいますぜひとも、概要欄見てみてください。あなたのフィジカル分析させていただきます。明日もぜひ活目してください。ではまた。